ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の高木。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは新庄。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球。初球ボール。これが2球目。打ちました。坂本アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。見送ります。ボール先行です。3球目は何で来るか。外の球外れています。ストライクが入りません。ここは1球見ました。切れました。ファールボール。これもファウル。次が7球目。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。これは進塁打になりました。さあファイターズ得点圏にランナーを置いています。まあこの場面はまず1点を返しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには新庄入っています。打ちました。ファウルになります。落ちるボールです。これが4球目。高めのボール。センターへ打球伸びる。丸が抑えてスリーアウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには新庄入ります。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。これが2球目。変化球打った。三遊間破っていく。サードランナーホームイン。ファイターズ1点返しました。4対3。その差を1点としました。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー。点差を縮めます。ここで得点が入りました。